派遣されるのは仙台市の保健師2人とサポートをする連絡員2人の合わせて4人です明日の出発を前にきょう市役所で出発式が行われ郡仙台市長がコロナ禍には石川県から保健師が応援に来てくれた恩に報いるためにも頑張ってほしいと訓示しました4人は建物の倒壊や津波で大きな被害が出ている石川県珠洲市に入り 避難所で過ごす被災者の健康相談などに当たります東日本大震災を経験しまして、私たちの,あの経験を少しでも生か,かしながらあの、被災地の方々があの少しでも安心してあの、生活ができるようなお手伝いを、はい、あのしていきたいと。 4人は第1陣として今月12日まで派遣され市はその後も2月末までに8つの保健師チームを派遣する予定です。